ここ4戦負けなし、自動昇格圏内を伺う大宮と、そしてここ5戦のうち3度逆転負け、ちょっと苦しい戦いが続くジェフユナイテッド千葉の一戦です。リーグ戦では両チームはこれが6度目の対戦となります。ちょうど両チーム2勝ずつ、それから1つの引き分け。今日のフォーメーション確認します。河本ちょっと状況心配されたんですが、間に合って3バックのセンター今日も入ります。 1-0 でアウェーで岡山を下しました。前節と全く同じスターティングイレブンをチョイスいたしました。そのジェフのメンバー、それから並びも確認をしておきます。 4-4-2 の布陣を予想しまして、今日はエベルトと乾が最終ラインに入りました。こんな並び。今度はバナダオンサイド、バナダのミドルシュート、キーパー柔らかく、キーパーも頭越し狙いました。バナダです。セーブはキーパー鈴木。キッカー一平篠塚、開始9分、高いボール、ファーサイド、ヘディング、耐えれるキャプテンの河本のヘディングシュート、先手を取りました。ホームの大宮、いや持ってるんですよね彼はね、こういう場面見ますよね、よくね、まあ、千葉の方はマンツーマンでしっかりついてるんですけど、ボール蹴られた瞬間に前に出て、少し背中取られた瞬間外しましたよね、ボールに入るポイント、当て方、まあ、パーフェクトじゃないですかね。河本の強さ、うまさ出ましたね。今度は右サイド、カメラのプレッシャーです。伏見スルーをして、小島正人、右から奥井のサポート、小島運ぶ、小島奥井へチャンス、奥井追加点、大宮27分。まあ、高いところでボールを引っ掛けてから、最初のパスの質スルーして、そしてサイドを作りながら2対1を作って、小島が溜めて溜めて、ラストパス左足上手に流し込みましたね。まあ千葉の選手で当たってますけど、まあいいコースに飛びましたね。奥ぬかが動き出していますが、一平篠塚中へ、シモビッチ胸コントロール、預けてバラダ、バラダーキーパー、セカンドボール、シモビッチヘディング、ちょっとやっぱりまた動きそうな雰囲気にはなってきました。熊谷のクロス、クレーベコントロールして、セカンド拾います。乾、乾が入ってくる、乾、いい攻撃だったと思いますね。サイドバックがパワーを持ってここまでというシーンはなかなかなかったですね。石川のサイド選手、バナナから奥井、チャンス、奥井、えぐって奥井、セカンドもう一度拾う、奥井落として、小島のシュートブロック、まあ、うまく外しましたけどね。決定機でした大宮。クワンマ落として小島、そしてバナダから奥井、ファンマがゴール前、ファンマ出るかどう、一気にスピードを上げてゴール前に入っていきました。ファンマ、いや今の攻撃も質高かったですよ。大外にはクレームが手を挙げて待っています。前向いて安田、右足、アランピネイロ、クレーム待っている、おーヘディング、1点返しましたジェフ千葉。この1点でまた分からなくなりましたね、キーパーの加藤が出てきたんですけども触れませんでした。押し込んだ三木の1点です。少し判断というところですかね。まあ、角取られて少しラフなボールが入って、一平篠塚のボールが浮いたところ、もう出るのであればここ出ないといけないですね、中間ポジションで受けて前を向きます安田道博、オーバーラップ米倉、安田は右足クロス、アランピネイロ、
の決定機でした。ジェクシバボックスの中にボール入ってたら分からないですよ。はい、イネイからのクロス、クレーベン胸コントロール、そしてここで長い笛、タイムアップのホイッスル、見事に逃げ切りました大宮アルディージャ。これでリーグ戦5戦負けなし3連勝。